今回は水中写真家の清水淳さんにつなげたいと思います。淳さん、淳さん、こんにちは。こんにちは。今回よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もう淳さんというと僕は水中写真の人というイメージがすごく強いんですけれども、はい、あれですよね、今は沖縄をベースにして写真を撮ってらっしゃると思うんですけれども、はい、もう結構長いですよね、そちらは。そうですね、2000年に引っ越してきたんで、もう20年になりました。今外どうですか、まだ真夏ですか。はい、今日は晴れてるんで30度ぐらいありますよ。あ、そうですか。暑いです。今日が 10月の20日ですから、普通だと当然まだ泳げますもんね、その気温だったら。そうですね、水温も今年はまだ高くって28度ぐらいあるんで、まあ、全然、はい、夏ですね。余裕ですね。はい、通年だといつぐらいまでだと泳げるんですか。一応1年間泳げるんですけど、まあ、はい、うちのそばだと下がっても20度ぐらいまで水温が、まあ、なんとかなります。いいですね。まあこれからの季節は羨ましいですね、そちらが。わ、はい、かりました。淳さん結構今写真がね流れてるんですけれども、はい、いろんなとこ撮りに行かれてるじゃないですか。はい、沖縄ね、ベースで沖縄以外だとどういうところに行くんですか。そうですね、沖縄やっぱ夏はやっぱり暑くてすごく条件いいんですけど、やっぱり冬、はい、日差しも落ちてきちゃうし水温も下がっちゃうんで、結構あったかいところ、はい、よその国。例えばモルジブだったり。モルジブよく聞きますね、はい、モルジブ、はい、モルジブは、はい、まあ、ちょっとこの、コロナで今度は行けないんですけど、まあ、大体2月は1ヶ月近くモルジブにいつもいるんです。は、はい、あとはメキシコだったりとか、はい、インドネシアだったりとか。メキシコとかもいいスポットがあったりするんですか。そうですね、メキシコは凝ってて年に、まあ、1、2回必ず行くんですけど、地底湖ですね、地底湖、川がないところに水のその水脈が地下にある。はい、なんかなかなかピンとこないんですけどね。なんかその地下を水が通ってるんで、はい、そこを、はい、ダイビングしたりとか。なんか そこに行くとあれなんですか、なんか特別のお魚がいたりとかなんかあったりするんですか。いや、なんか魚はねほとんどいないんですけど、こう真っ暗なところに上から太陽の光が入ってきて、なんか特殊な世界になるんですよね。じゃあ今ちょうど見せていただいた写真の中にあるような感じのところですか。はい、そうですね、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、はい、すいません、早速なんですけれども、はい、バックを見せていただきたいんですがと言いつつ、はい、すいません、水中にバックって持っていってるような写真とか僕見たことがないので、はい、いや最初淳さんにお願いしていいものかどうかちょっと悩んだりしたんですけれども、まあ、いわゆるバックっていうと出張のバックみたいになっちゃうわけですかね。そうですね、基本的に水中にバックは持っていかないんですね。はい、もう最初からこれを撮るって決めて入って、でそれにマッチングしたレンズ1本だけしか持っていかないんで、結局は水の中で交換できないですもんね、レンズすら交換できないですよね。はい、移動の手段に使うっていうのがメインですね。あ、はい、じゃあその大きいやつを見せていただけますか。あ、これですね。はい、はい、これそれはいわゆる普通のスーツケースですか。そうですね、普通のスーツケース、ユモアのアルミの86リッターだと思います。はいはい、結構まあ大型なものなんですけど、はい、レンズのボディもこの水中ハウジングに、まあ、これがそうなんですけど、この水中ハウジングに、入れて、はい、でそれでこのハウジングごとをセットした状態、はい、セットした状態でここに入れちゃうんですよ。結構投げられてもうボコボコになってるんですけど、ニモアは破けちゃったりとかしないんで、まあ、安心して預けられるみたいな。はい、中見ます。あ、あ、あ、いや、せっかくなんでお願いします。はい、
これですね、まあ、普通の、スーツケースと同じなんですけど、はい、壊れないように、はい、緩衝材を用意してます。で、一つずつくるんで、いわゆるプチプチですよね、それ普通の。そうですね、プチプチ、はい、宅急便屋さんで譲ってもらって、はい、メーターもので買ってきて、で、これに、はいはい、このハウジングをプチプチにくるんで、はい、こんな中にしまっていくんですね。で、だいたい特に間仕切りとかはないんですね、中には。あ、間仕切りね、やる人もいるんだけど、僕は間仕切りの代わりに、この脇にだけ、はい、クッションの壁だけ作っといて、で、あとはい、くるんで、こう、まあ、1個ずつ。個別にくるんで、中に入れていくような感じなんですね。はい、そうですね。とも、スペアパーツキットだったりとか、メンテナンス。それは、はい、メンテナンスって何のメンテナンスをするんですか？水の中に入れて使う道具なんで、結局、はい、電池交換とかデータを抜くのに、はい、こうハウジングを開けるんですね、はい、まあ、普通のフィルムのカメラのようにこうパコッとこう開けるんです。裏蓋をね、はい、はい、こう開ける時にこう水がついてるんで、それをこう、はい、吹っ飛ばすように、例えばホイールブロワーで水飛ばしてこう開けたりとか、はい、開けて、はい、あとは、防水の使うコーリングにこういうグリスを、縁のゴムとかに塗るんですか、それ。そうですね、ここについてるこの縁のゴムに、はい、はい、塗って。それは毎回塗るんですか？毎回塗ります。すいません、私水中で、ね、純さんのとこ幾度となく行ってるんですけど、はい、私がね、事情があって船に乗れないので、毎回ですね。まあ船の上ではやんないんですけど、まあ、下でちゃんとやって、はいはい、でこう、まあ、こういうふうに持っていくんですね。ああ、なんか他にもその蓋側には何が入ってるんですか、リモート。こっちはですね、その、このハウジングに使う予備のオーリングのセットですね。いろいろな、ものがあるんで、例えばこのポートのオーリングだったりとか、はい、ハウジングだったりとか、あとこういうライトのオーリングだったりとか、はい、一式どうなっても大丈夫なの、まあ、あとこれ腰が痛くなった時に貼るテープですね。もう機材のメンテナンスから自分のメンテナンスまで。そうですね、もうこういう血圧計とかも、まあ、持っていくんですけど、何しろ辺鄙なところにしか行かないんで、カメラも、はい、ハウジングも自分の体も、もう自分で全部やるしかないんですよね。まあこれで移動させてます。はい、はい、もう結構長い間使ってるんですけど、全然トラブらないバッグなんで。けど、中さん、それにカメラ持っていく、入れて持っていかれるわけですよね。はい、大体今、そのスーツケースって、飛行機の預け荷物だとほぼ一番大きいぐらいのサイズのスーツケースじゃないですか。はい、で、自分の着替えとか、あと、なんでしたっけ、ウェットスーツっていうんでしたっけ、はい、潜るときに着られるもの、はいはい、ああいうものとかどうするんですか。着替えはもう一個これと同じものに。着替えとか日用品は入れて、はい、リモアが2個、あとダイビングギアはこういう大きなメッシュバッグってやつ入れるんですけど、まあ、それは自分の分とモデルさんの分と、はい、だから2人でこれ2個の大きなダイビングバッグが2個です。 4個、60キロから80キロぐらい。滞在も長いからね、日用品とかも結構な量になりますよね。そうなんですよ。で、それにプラス陸上用のカメラと交換レンズと、あとパソコンとハードディスク、そういう感じがこう機内持ち込み用のこうガラガラにもう一個。おお。荷物が多いんですよね。そうですよね。はい。水中撮る人大変ですね、いろんなことが。そうですね、だ結構身軽な方もいるんですけど、僕はね、なるべくバックアップのバックアップって持ってく
ような、まあ、人種なんですよね、うん、まあ、持っていかない人もいると思うんですけど、うん、というかトラブルあったら、まあ、カメラのトラブルというよりもそれやっぱり周辺機器のトラブルですよね。なんかさっき今、うん、まあ、持っていかれるものとか見てると、そうですね、でカメラもねやっぱトラブることがやっぱりあるんで、まあ、何があってもいいようにこうすると、はい、ってことは例えばレンズも予備も含めて何本か持っていったりとか。そうなんですよ、実は必ずされるんですか、はい、これはワイド用、ワイド撮影用に使ってるギアなんですけど、はい、これ中に出たい 8mm フィッシュアイだったりとか、はい、いろんなレンズ入れてるんですけど、それもやっぱり2個ずつですね、はい、フィッシュアイが2個とか、はい、12mm が2個とか必ずバックアップを持っていくように、はいはい、してます。え、ちなみになんか確かあれですよ、水中風のカメラって、はい、ハウジンが全部カメラの機種別かなんかであるんですよね。そうなんですね、はい、機種別に違うんで、で、ジュンさんのそれは何用のハウジングになるんですか。あ、これはあのオリンパスさんの EM1、はい、マーク2用ですね。2用、はいでもこの2用だけで4つ持ってて、ええ、ええ、はい、でももうこういうレンズを収納するポートがレンズごとに違うので、まあ、はい、これをつけたやつを今回は2個持っていったりとか、例えばこれはあのマクロレンズ、はい、中身これなんですけど、これがこうこの中に入ってるわけですよね。それレンズ何がついてるんですか。ちょっと画面がちっちゃくてよく分かってないんです、見えないんですけど、これまあオールドレンズって言われて古いレンズなんですけど、オリンパスさんの、はい、はい、マイクロフォーサーじゃないやつ、随行デジタルの50とテレコンですね。結構だからってことは50マクロにテレコンはそれ何倍のテレコンバーターですか。2倍です。ってことは100ミリになるから35ミリ換算だと200ミリ、はい、変態レンズ、ミリ相当の、はい、マクロレンズ、はい、はんはん、これじゃなきゃ、ね、撮れない世界観があるんですよね。けど、まあ、いわゆる望遠マクロですけど、はい、水の中って自分がフラフラ動いてるじゃないですか。はい撮れるんですか、マクロでそれ大きい、ちっちゃなのを大きく撮るの大変じゃないんですか、はい、やっぱり体固定して、ええ、左手を三脚と同じようにこう据えてで、ええ、撮るんですよ。でさらに今度クローズアップ、はいはい、今使ってるのはディオプター 23.5 ってやつ使ってるんですけど、はい、なんかもうそんなのまで先につけてこう撮ったりするんですよ。なんか想像以上にきっと大変だと思うんですけどもそうですよね、もうちょっと呼吸するだけでこう体が動いちゃうんで。ですよね、はい、あ、なんかきっと僕はすいません、陸上でしか撮ったことないのでなんか想像を絶する大変さがあるような気がするんですけど、はい、そうですね、わかりました。そのジュウさん、そのなんかカメラに棒みたいなものがついたんですよね、さっき。これですか。これ、はい、こう使うときは、まあ、こんなになるんですけど、はい、でこの先端に それは、ええ、この先端にこう、これはあの水中用のフラッシュですね、はい、パンっていうフラッシュライト。それはあれですか、2つつけるんですか。はい、そうですね、基本的に2つつけてこの先端にこういう、ね、はい、金具で固定してあげるんですけど、はい、静止画でフラッシュが必要な時はフラッシュですし、はい、あとはムービー撮る時はこういうムービーのライト。それは LED かなんかのものですか、今どこで。これね、結構今いい LED 積んでるやつがあって、で、はい、色温度も選べるんですよ。これ結構暖色系の明るい光が、はい、あの暖かい光が出るタイプで、はい、もうこれもやっぱり2個つけて、はい、バーンとこう照らす、はい、で結構でっかいバッテリー積んでるんで、はい、長い時間も結構長い時間つけたりできるんです、はい、つけたりできるんです。今ね、やっぱそういうのがあるんで、はい、すいません本当に重いんですけど、素人の質問なんですけど、水中潜ってる時って、はい、あのスチールの写真の場合露出モードとかって何を使うんですか普通は。まあ一
ろんな人いますけどね、 M でやってる人もいるし、はい、A だったりとか、はい、僕はねその水中専用のモードって実はあるんですよ。え聞いたことないでしょ。それあの僕もあのジュンさんと同じカメラ持って長年愛用はしてますけども、はい、見たことないんですけど、どこにあるんですか。これ表面から見たんではどこにも書いてないんですけど、ダイヤルとかにないですもんね。はい、あカスタムとかあっても、はい、ないんですよ。カスタムにもいなくって、はい、ボタンにいろんな機能割り振れるじゃないですか。はいはい。でボタンの割り付けのところに隠してあって、そこをずっと選んでいくと水中のマークが出てくるんですよ。魚のマーク。ホワイトバランスのところにあるのは見たことあるんですけど、それ以外のところにもあるんですか。はい、はい、実はホワイトバランスとか仕上がりとかその専用のプログラム、はい、シフトを組んでたりとか。そのすいません、水中モードだと何が具体的に何がどう変わるんですか。ワイドモードと水中ワイドモードと水中マクロモードっていう2つのモードが用意されてて、はい、ワイドはそのワイドレンズに合ったプログラムラインがこう走るようになっててみたいな、はい、特にフラッシュ使う撮影だと X 接点でシャッターが結構制限食らっちゃうじゃないですか。あ、まあ、最高でまあね、特殊別な使い方しないから250までですよね。そうですね、まあ、FP 使えば上がるんだけど、まあそうですね、はい、水の中って FP 使っちゃうとほとんど飛ばないんですよ、弱くなっちゃって。はい、光量落ちますもんね、まあ、はい、はい、通常の発光にしちゃうんですけど、外も250分の1、はい、であんまり今度低速にしちゃうと揺れてるから魚も動くし、でまあ60から250の間になっちゃうんですよ。ってことはその2段ぐらいの範囲でしかシャッター速度事実上選べないんですか。選べないです。あとはこう絞りで変えていくと、はい、ですごく暗くなってきたら今度は ISO が上がるようなそういう線図になってるんですよ。じゃあそのうん、本当に水中専用のプログラムラインの組まれたモードが、はい、こうそれ皆さんのカメラについてるんですよね。いや、その同じカメラだったらついてない機種もあるんですよね純正でハウジングが用意されてる機種には、はい、積んでもらったんですよ。はい、結構あれですもんね、ジュンさんオリンパスのカメラ その水中のところと結構お仕事をねされてたりしますので、ね、はい、それで、そういうお願いをされてってことですよね。はいはいはい、まあそういうことでこのマーク2にはついてるけど、はいはい、マーク3にはなかったりとか。あ、そうなんですか。はい、だから僕は今3じゃなくてまだ2使ってるんですけど。2で、はい、あの確かハウジングってボタンとかが全部なんか後ろが変わったりすると全部丸ごと変わっちゃうから3なら3でまた作んなきゃダメなことになるわけですね。機種によって全部違うんですもんね。はい、まあフロントは同じなんで入るは入るんだけど後ろがやっぱり違うんですね、はい、あのなんかボタンつついたりしますもんね、なんかハウジング越しに、はいはい、そこで使えなかったり、まあ、また違うメーカーがね作ったりしてくれれば使えるんですけど、はい、まあでもモードは用意されてないんですよ。すみません、全然知りませんでした。いや、みんな知らないです。それは。で、もう一台のそれはさっきのマクロ用のやつでしたっけ、ハウジングは。これマクロ用ですね。で、ワイドの方は失礼しますけど、はい、僕は普段だいたいこの2本、使ってるんですね、レンズがね。はい。まあスチールで普通に使うときはこのフィッシュアイレンズの、はい、8ミリでしたっけ、はい、8ミリでも変わってるでしょ、はい、なんか、周りになんかついてますね。そう、変なのあるでしょ。これ遮光板って言って、はい、こう余計な光が中に入んないようにこう、はい、遮ってるやつ。あとこれはギアですね、フォーカスギア。はい、これをあのいわゆる外から操作するためのものですよね、はいはい、アタッチメントというか、はい、まあ、これが、まあ、僕がほとんど静止画はこれで撮ってて、で、はい、動画はこっちなんですよね。これは
9-18 っていう。もう原型がわからないです。そうですよね。遠目に見てると。はい、まあこんなレンズなんですけど、まあ大体2本ですね、使ってるのは。9-18ってあんまり明るいレンズじゃないですよね。うん、そうですね。で、7-14っていうもっと明るいのもあるじゃないですか。でっかいっていうのもあるじゃないですか。あ、なんかやっぱちっちゃい方がいいんですね。はい、でっかいとこのポートに収まらないから、このレンズポートも大きく、はい、うん、まあ好きでそれ使ってる人もいるんだけど、はい、僕はもうこれですね、こっちに。コンパクトの方がいいわけですね。はい、分かりました、はい。で、ジュンさん、すみません、さっきから足元のですね、はい、ピンク色の あのカゴが気になるんですけど。そうですよね、気になるでしょう、ね、それはなんか、ね、あんまり一般のご家庭にはないものなんですが。え、これ逆にみんなのお家にはないけどよく見ると思うんですよ。スーパーマーケットとかでよく見ますよね。そうあのスーパーマーケットから勝手に持ってきちゃったんじゃなくって、これ、はい、マイバスケットって言われてるやつですね。はい、マイバッグと同じやつなんですけど、 あれですよ、そうですよね、ここ最近あの袋が有料化されるとなおさらそういうのが、ね、重宝する、ね、ことはありますけども、330円で売ってるんですよ、すぐそばのスーパーで。はい、ですっごい丈夫で軽くて、で、はい、ここにその海で使う、はい、このハウジングをこうやって入れて持っていくんですよ、はい。それはあの例えばホテルから船にとかですか。はい、そうですね、船に持ってて、はい、まあカゴだからバシャーって水かけて洗ってもいいですし、はい、そうか、あの海から上がってきたら海水がついてるから、はい、それを洗い流さなきゃいけないわけですもんね。はい、もうこのジャースかけてもいいし、はい、バシャバシャッと水槽で洗ったやつを、はい、ボーンと入れてもいいし、なんか布のバッグだと濡れちゃうじゃないですか、ね、そうですね、カビ生えちゃうし ということはある意味あのジュンさんのカメラバッグは買い物カゴなんです。そうなんですね。そうなんですね、はい、まあこれ対応してます、はい。え、けどそのハウジングとか、まあ、カメラもそうですけど決して安いものじゃないですけど、はい、大丈夫なんですか。あ、すごく丈夫で、実はこの加工もう10年ぐらい使ってるんですよ、まあ、壊れると変えてくれるんですよ、これ無料で、そのスーパーでこれ書いてあるんですよ、壊れたら買いますって書いてある。壊れない本来の使い方と随分違いますけどね。そうですよね。はい、面白いですね、はい、あのいろんなカメラマンの方ここまで出てきていただいてますけど、買い物カゴの方はさすがにいらっしゃらなかったので。そうですよね。わ、うん、かりました。ジュンさん、すいません、楽しい時間すぐ過ぎちゃうんですけども、はい、我々が、ジュンさんの写真を見たい場合はどうすればよろしいですか。はい、会社のホームページだったりとか、はい、清水純のホームページがあるんで、はい、はい、ぜひ、あ、じゃあ下に入れますね。はい、こちら、はい、こちら見ていただければ、はい、僕の写真が入れます。会社っていうとあれですよね、那覇でしたもんね、そちらは確か。そうなんですよ、会社は那覇でその水中写真教室をやってますので、はい、はいはい、ダイビングの資格を持ってない人から、はい、まあ、すごく上級の方まで水中写真、はい、ご紹介したりアドバイスしたりしてますので、はい、じゃあ分かりました。ご興味ある方はじゃあね、はい、ぜひ那覇に行かれた時にはジュンさんのところでお願いします。ということで、お待ちしております。はい、分かりました。今日はお忙しくありがとうございました。はい、またいつでも、はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくです。今回は水中写真家の清水純さんでお送りしました。右下のピンクのアイコンでチャンネル登録もお願いします。次回もお楽しみに。